生活保護は生きるか死ぬかのレベルの人がもらうもの、まあ、こういうふうに発言されています。片山大臣は本心からこういうことを思ってらっしゃいますか？生活保護というのは生きるか死ぬか、死ぬ間際の人じゃないともらえないということですか？生活保護制度は私の所管外のことでございますので、お答えすることは差し控えたいと思います。以上。言葉の関係でもしもご不快に思われた方がいらっしゃったら大変申し訳ないと思っております。委員長、大臣就任前の発言を追及された片山大臣は、今は内閣の一員として内閣の解釈に従うとした上で陳謝しました。東京オリンピック・パラリンピックの3つの基本コンセプトは何でしょう？大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、平成27年11月に閣議決定をされております。今お読みになられたのは政府としての基本方針で、私が聞いてるのは東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会が掲げている3つの基本原則です。また桜田大臣も答弁に詰まる場面がたびたび見られました。ただ蓮舫議員の質問に対してもクイズのようだという批判が集まっています。